IGN をご覧の皆様、マットワールドプロデューサーの稲葉です。マットワールドディレクターの西川です。もうすぐもう発売なので、ちょっとゲーム面白いポイントとか、いろいろこう喋っていけたらなと思いますけど、西川がすごい気に入ってるそのゲームのポイントってどこ？やっぱりね、あの標識をね、頭にこう1本、2本、3本、4本、5本って刺した状態でドラム缶をガーンかわして、でそのままそいつ掴んで持ってってトゲ壁のローズブッシュにガン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 ってぶつけて殺すのも非常に面白いですね。ひどいね。あとはあの BBC ね、ブラッドバスチャレンジの、マンダーツとかデスプレスとかもうで、これただねゲーム中で遊べるだけじゃなくて、マルチプレイで2人で同時に Wii で追い込みながらこう友達と得点を競い合ったりとか、あとバイクっていう乗り物で乗った状態でチェーンソーで敵をぶんと切ったりとか、もういっぱいいっぱいいろんな要素がありますね。そう考えるといろいろ詰まったよね、うん、この短い期間で作ったにしては、うん、すげえ大変やったんですけど、でもすげえ面白いし、なんかあのグラフィックだけじゃないゲームもちゃんと面白いよっていうのが入ってると思うんで、めちゃめちゃバイオレンスなゲームだけど、うん、結構行き過ぎてこう笑える感じっていうのはディレクターとしても大事にしたいんでしょう、うんうん、そうそう、毎日ストレス溜まって仕事でから帰ってきたらマットをやれば次の元気でリフレッシュしてまた仕事に行けると。だから、はい、男女問わず遊んでほしいね、このゲームね。そうです、さすがにあの年齢制限があるから子供は無理だと思うけど、男女問わず遊んでくれればいいかなと思います、はい。本当にもうすぐ発売なんで、スーパーバイオレンスアクションゲームマットワールド、ぜひ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 買ってください。よろしくお願いします。